インテルのキックオフでスタート。ここジュッポメアッツァで行われた最初の試合はインテルと AC ミラン、共にこのスタジアムをホールしている2チームの激闘からスタジアムの歴史が始まりました。インテル対セルバントス、エキシビションマッチ。まあどちらも個人の能力が高いですからね、中盤をいかに支配できるかっていうところが重要になってくると思いますね。フリーキックのチャンスです。直接狙ってきますかね。これはキーパー正面です。位置的にちょっと苦しかったんですよね。今のはちょっと難しいですよね。高めのディフェンス、他の選択肢もありましたね。ガルガーノヒールパス、いい形ですね。アシュリーコールが対応。サメッティが呼んでいた。これ一つの形ですね。前線メッシへ、ちょっとこれ1対1ゴール。おっと、インテル相手に先制点をもぎ取ります。流れるパスワーク、動き出しが非常に速かったですよね。ライディングボールをカット、あっとちょっと中途半端になりましたね。このボッチナイサムエルが呼んでいる。さあ、あ、いい形ですね。ここは右へ通り過ぎていきます。1点取った後の動きはやっぱり取る前より若干シャープになってきましたね。奪ってからシュートまで早かったですね。セルバンテス1対0でリード。スライディング体を寄せる。インテルとしては、まあ、前半のうちに最低でも追いつきたい気持ちはあるでしょうね。あ、いいですね。おお、いいですね。これは惜しい。今みたいな決定的なシーンを決めていくってことが非常に重要になるんですよね。ちょっと最後のボールの精度がね、低かったですけどね。呼んでいた。インテル1点返して波に乗りたいところ。いい蹴りか、どうだ。惜しいですね。悪くないんですよ。一瞬振り向く瞬間ですよね。彼にボールが渡ったときはやはりスタジアムが沸きますよね。アシリーコール、クリスチャーノ・ロナウド、メッシ、そうですね、左サイドにフリーの選手がいたんですよね。大きく展開したいところでしたね。ロナウド、ここからラインの裏ですね。パスを出す、いい球入れますね。ボックスの中、さあセルバンテス、どうだ、ヘッド、おっと、打っても良かったんですけどね。
ディフェンダー体張ってますよね。カッサーロ上がってきて、ここからどう出ますかね。弾きます、立ちはだかる。今のはキーパー褒めるべきだと思いますね。ちょっといけたんじゃないですかね。イニエスタ、どこへ出すのか。さあどこへ出す。ディフェンスです。ナイスパックです。誰に当ててくるのか。このボール中盤抜けてくればチャンス作れますよね。
キーインターセプトですね。意外なところのヒール、センスを感じますよね。ボックス内入ってくる、決まった。いや決定的でしたよね。後半いきなり決めます、2対1。いやフォワード2人のワンツーから美しい崩しでしたね。遠藤選手の素晴らしいゴールですね。セルバンテス、決定的なゴールになるのか。クシリング絶妙なものがあります。個人の力で持っていきましたよね。最後のパスのボールタッチが素晴らしいですよね。引き込んだ選手との位置関係、スピード、もう完璧でしたよね。さあインテル、ワンゴールビハインドでリスタート。当然ね、ゴールを奪いに行かなければ厳しくなりますからね。まだ時間は十分ありますからね。落ち着いて試合を進めていくことができれば、必ずチャンスは生まれてくると思いますよ。Good job.